桃と卵のサンドでチーズ追加しました。これめっちゃ美味しそう。もう卵のね黄身がトロットロ、しかもねこれピーナッツバター入りのやつです。あ、ピーナッツバターいい感じだ、めっちゃ美味しい、なんかお茶甘いわ、ピーナッツバタージャリジャリしてるね。はい、こっちベーコンの方、ベーコンも卵とろとろで、厚切りベーコンね。こっちもピーナッツバター入り。あ、ベーコン美味しい。私結構鶏の方がでも好きかも。到着しました。もう地下鉄でね、終点の最後まで行ったところの淡水ですね。海がね綺麗な感じで見える場所で、すごいね人気の観光地です。で、淡水ってさ何があるんやっけ。淡水いろいろ。え、そんだけなんか調べてない。いろんなストアがそんな台湾のベニスと言われてるほんまなん。浜辺が夕日が綺麗。あー、来た時間夕日の時間ちゃうけど大丈夫な。うん、なんかまあ夕日が綺麗な場所だそうです。早速行きます。これね海じゃなくて湖だそうです。あー、すごいすごい。到着。淡水のカフェ来ました。これカルピスソーダ美味しい。冷たい美味しいカルピスソーダ結構濃いな。来た？ほら、これすごくないですか？ここね、もう淡水のこの湖、これ海に見えますけど湖です。この湖が一面に見えるっていうね。見ながらのかき氷。かき氷ね、めっちゃまんまりこんなの来ます。私は抹茶注文しました。はい、かき氷も抹茶のやつ、もうすごい、これ落ちてる。こぼれてる。抹茶美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ちょっとこれ。うわ、おいしい。すごい抹茶おいしい。冷たい。わ、中から抹茶のクリームもっと出てきた。あーすごい、なんか空洞になってる。うん、これさ、あーすごい白玉入ってる。これ白玉じゃない。ほらほらほら、白玉もお餅入ってる。おいしい。小豆もしっかり入ってる。おいしい。すごい、めっちゃこぼれてるけどおいしい。うん、最高です。はい、これねエビの包み春巻きみたいな、春巻き揚げみたいなやつ。うまっ、ホットホットや。おいしい。なんかねソースもこれ甘いチリソースとかクリームソース、ニンニクチリみたいなの選べて、私はこの醤油のクリームソースにしました。おいしい。あれでもエビ入っとるかな。なんか甘かやん。これソースが美味しい。はい、これパイナップルケーキ。よいしょ。なんか有名店のパイナップルケーキ。お店の名前がファングファングヤングというか、ちょっと高級そうなパイナップルケーキ。あ、日本語で書いてある。なんかお茶も入ってあるんですよね、これ。いいお茶にはいいお菓子を。防腐剤とか香料とか一切添加物使用してないみたいです。トキパパ食べる？すごっ！袋めっちゃ豪華。紙袋。お茶屋さんの？あ、すごい！なんか普通のパイナップルケーキよりでっかくない？ほら。なんかこんな四角、あ、文字も入ってる。めっちゃ立派だけど、やってみよう。え、すごっ、なんかねっとりしとる。わー、ケーキも美味しい。なんか硬いね。しかもいただきます。うん、すごい、なんか果肉しっかりしとる。美味しい。試食で食べたパイナップルケーキよりずっと美味しい。果肉、パイナップルの実がしっかりしとるね。やっぱこれ高いやつだな。美味しい。
場のジーパイ、台湾のヤシジャン、夜市のジーパイ、めっちゃでっかい。しかもここかなりの有名店で昔からあるジーパイのお店、スパイシー選びました。熱々、あ、めっちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しい。スパイシー選んで正解かも、このちょっとピリ辛な感じが。しかもすごいでっかい、まだまだ下ある。おいしい。はい、これね、チーズがけのじゃがいもの揚げたやつ、しかも全部盛り合わせ。うわ、すごい、これチェダーチーズがまずなみなみ。マッシュポテトやこれ、おいしい。ゆでじゃがいもじゃない、めちゃくちゃおいしい。超美味しい。チェダーのチーズトロトロです。定番のスイカジュース、もうずっと毎回スイカジュース、美味しい。冷たいスイカジュース美味しい。パンケーキ、これね、タピオカが乗ったふわふわのパンケーキ、タピオカで、なんかね、ライムのやつだってプリレ頼んだんだけど、なんかこれになってた。美味しそう。プルプル。レモンクリームっぽいに、やば、めっちゃ美味しい。お、これふわふわプルプル。ちょっとこれやばい、めっちゃ美味しいわ。それがニューハンバーガーや。あ、そうなんや、これがナンバーワンのやつだったんだ。確かに美味しい。あ、タピオカ、タピオカももちもちやし、なんかレモンクリームがすごい美味しい。アイスも乗ってる。すごい、なんかこれ本当に生のマンゴーって感じで、氷がすごい柔らかい、ふわふわ。マンゴーとかもちゃんと生マンゴー。おいしい、おいしい。すごい、トロトロだ。マンゴーめっちゃ甘い。これ多分ね、チーズボール。あ、パパ、うん、あれ、この前食べたもちもちのスイートポテトと一緒かな。チーズ入ってる、チーズ入り、見えるかな。もちもちおいしい。いろんなのね、なんかこうちょくちょく切ってから入れてくれました。なんかすごい、もういろんなの、いろんなのある。まずこれなんだろう、これ豆腐かな。なんかね、プルプルの豆腐。え、すごい、なんか糸引いてるよ、これとか。これはね、もち米入りソーセージ。うん、おいしい。あ、これが一番おいしい。あ、照り焼きや、照り焼き味。丸ごとタコのたこ焼きなんですけど、なんかね、撮ってるの見たらチーズっぽかった。チーズたこ焼きかな。うわ、ほら、タコが出てきた。一匹丸ごと。これめっちゃ熱いよね、多分。あ、でもこれ、お好みソースじゃないけど、なんかたこ焼きっぽくはない。熱い。もう大やけじゃ、一口で食べたらやばいよこれ。気をつけて。タコ、タコ置いてくる。これ縦一列全部風船割ったら、あの、商品もらえます。あ、難しそうだってきた。あれ、落としたよね今。1個しか取れなかった。これタピオカのなんかね、プリンのやつで、中にね、こんな黄色いなんかプリンのかけらが見えます。プリン入ってる、プリン、おいしい。これちょっとタピオカ小さい、他のより。おいしい、ほんまにプリンがそのまま。おいしい。
ープっていうか、これ麺なんですけど、作ってくれた。うわ、美味しそう。なんかね、とろみのあるスープ、美味しい。めっちゃ鰹だし美味しい。もつも入っとるやん。あ、これもつか、この食感、うん、待って待って、すんごい美味しい。しかもこれニンニクソース入れたん正解かも、うん、このとろみ、あ、これもつか。あ、美味しい、コリコリ、美味しい、これ美味しいよ。はい、ジーパイ、こっちのやつはね、かなり分厚い。あ、めっちゃ分厚い、熱々、うん、スパイシー、めっちゃスパイシー、熱い、美味しい。これなんかレモンの香りするね。分厚い、すごい、すごい、パリパリサクサク、うん、この前食べたシジャンのヤシジャンのやつの方がもっとお肉ジューシーかも。こっちの方が肉がしっかりしとる、分厚い分。はい、タピオカ、これね、日本のね、もうタピオカジュースばっかり飲んでるけど、これ日本のよりもタピオカの量がすごい。これ半分以上タピオカ。うわ、負けてる。あー、おいしい。うん、タピオカがすごいあったかい。なんかこれ大判焼きみたいなやつ。私はね、チーズ餅を選びました。おいしい。なんかお餅とチーズ入ってる。うまっ、おいしい、これ、うん、やばい、なんかトロトロ、チーズと餅がトロトロ、もちもちすごいおいしい、うん、めっちゃ伸びてる、美味しすぎる、どうしよう。なんかこのもちチーズもそうだけど、すごい美味しいものがいっぱい。この辺やばい、食べ歩き天国だ。なんかミョンドンみたいな感じ。ときもちパパたちみんなマッサージ行っちゃったから、私一人で食べ歩きしてる。でもね、一人でも楽しい。大根餅、大根餅買いました、テイクアウト。うわ、柔らか、プルンプルンだ。はい、いただきます。おいしい。こんがり焼かれててね、周りがサクサクしてる。しかもね、トロトロ、なんだ。うわ、しかもこの甘いね、ソースが美味しい。ほら、本当にもう餅って感じ、大根餅。熱っ、熱いよ。めっちゃ笑顔のおじさんがね、これニコニコで渡してくれた、作ってた鉄板で。次パパたちマナかな、もうショッピング終わっちゃった。私もう食べてるだけだ、ずっと。はい、これね、今日2個目のジーパイ。ここのジーパイすごい人気店でね、なんか揚げた後タレにつけて、そのまままた焼いてくれる、揚げ焼きみたいな。で、スパイスのやつかけてもらいました。いただきます。今までのジーパイでね、一番味が濃い。これね、香辛料強いかも、結構。私めっちゃ好き、美味しい。炙り焼きしてる、すごい音が。美味しい、お肉すごいジューシー、めっちゃタレが染み込んでる。止まらんやつや、美味しい。餅チーズ、チーズがけ、美味しい。あれ、練乳の味する。あれ、これ間違えてない、練乳の味するよ。ミスターボーツ、ミスドでドリンク、今多分限定なのかな、マンゴーと練乳っぽいのの、まあ、あのシェイクみたいな感じのやつ。そう、すごっ、果肉がストレートに入っとる。
美味しい。でね、これめっちゃちっちゃい、これ箱に入ったドーナツ、ミニドーナツ、これ60ドルだから、台湾も60ドルだから200円ぐらいかな。結構安いですよね、こんなの。ほらあ、美味しい。ポンデリングや、ポンデリング生地や。食べる？どういうのだっけ？普通のやつ。で、あ、ほんまや、うん、ポンデリングや、形丸い、ポンデリングや、もってもってや、もってもって、美味しい、おいしい。これポイポイのキクラゲのやつ、おいしい。酢の物、ちょっと生姜の香りが、おいしい。あ、今日ね、リンタイホン2回目です。おいしくて2回目来ました。ヘチマとエビの小籠包、珍しいですよね、ヘチマです。スープ、あ、スープ出た、スープ出たけど見えない。これヘチマか、おいおい。小籠包、昨日のやつの方が好きやな。はい、これジャージャー麺、このジャージャー麺と全然違う、すごい酸味。マクドナルド、台湾のマクドナルド、これなんか期間限定メニューかな、アボカドのね、ビーフバーガー。じゃん、美味しそう。チーズがとろけ出てる。しかもね、パテをね2枚追加してくれ、こんなでかい、すごい。パテとかいろいろベーコンとか追加しました。このね、上のここからちらっと見る、これアボカドとベーコンと、あと白いソースにパテ2枚にレタス的なお野菜、トマトも入ってる。いただきます。おいしい。あ、アボカドが濃い。すごい、チーズがね、なんかトロトロ。パンもね、シグネチャーのやつだから、すごいいい感じの、ちょっと高級そうなパン。おいしい。